より小さい大相撲7月場所、中日、21日、愛知、ドルフィンズアリーナ。レスリング世界大会16連覇、個人戦206連勝の実績から、霊長類最強女子、とまで言われた吉田沙保里が未だ衰えぬ衝撃の、引き技、を披露。相手をした相撲芸人がものすごい勢いで前のめりに倒れると床かが、メリ、ートを立て、元横綱、 若野花の花田勝氏をはじめ、ファンも騒然となる一幕があった。映像、吉田沙織のキレがすごすぎて、まさか、の結末。枠打ちの取り組みから大相撲の解説として登場した吉田沙織は、レスリングのオリンピック3連覇の偉業を果たし、国民栄誉賞などを受賞した国民的なスターである。大相撲7月場所中日で ABEMA 解説に登場した吉田は、 幕内前半の取り組みを振り返り前頭15枚目、千代昌馬、九重が豪快な下手投げで前頭11枚目、西木に伊勢の海を下し、3勝目を挙げた一番を注目取り組みに挙げ、同じく解説を務めた花田氏が相撲芸人、赤津とアクション、実演、解説を終えると、どうですかと促され、ええ、と戸惑ったものの、赤津を豪快に下手投げでぶん投げ、 ファンを驚かせた。その後、全取り組みは終了。どうですか心残りは、と話を振られた吉田は、再びアカツとアクション解説へ。花田氏から、引き技なんてどうですかと振られた吉田は、前世紀の動きを彷彿させる鋭い引き技を披露。前のメリにアカツが倒れ込むと、ドスン、メリッ、と鈍い音が響いた。吉田は柔道経験があるアカツに対して、 受けがうまいんだもん。本当に受けがうまい、と感謝した様子で話したが、花田氏は、いや、すごい、今、メリって言いましたよ、と吉田の動きと衝撃音に驚嘆実況の船山アナも、大丈夫ですか床に、穴開いてないですかと床を覗き込んだ。ひとつらのやりとりにファンからは、やば、早すぎ、軽々と、と驚きの声が相次いでいた。アベマ 大相撲チャンネル。